全ロシア映画大学は、ロシアのモスクワにあり、世界で最も長い歴史を持つ、映画教育のための大学である。略称は、ベジー・ケイ、旧称は、全素国立映画大学。1919年、映画監督で俳優のウラジミール・ガルディンによって、創立された。セルゲー・ゼンシュテイン、フセボロドプドフキン、アレクセイ・バターロフは、その最も優秀な教授であった。 1986年、ロシアの映画監督で俳優のセルゲー・ゲラシモフの名を冠した。映画制作プロダクションとしての機能も持っており、短編映画を中心にポーランドなどとの合作も行っている。留学生も受け入れており、ソ連、東側諸国や共産圏を中心に世界各国の映画人を輩出している。 現在、35ミリフィルム制作を通した、教授方法にフォーカスした数少ない映画学校の一つである。ありがとうございます。